オープン戦、阪神4の5巨人、10日、甲子園。阪神・木浪誠也内野手と中野拓夢内野手が好連携で沸かせた。7回虫一塁、二遊間の打球に木浪が追いつき、二塁にグラブとす。高めにそれたが、中野がジャンプして素手でつかみ、すぐ二塁ベースを踏んでアウトにした。グラブ、素手という通常と逆のアクロバティックなプレー。中野は、木浪が、 あまり角度がない体勢だったので、どこでも来てもいいように準備していた。7回に右足に支給を受けダイソーを出されたが、全然大丈夫です、と笑顔だった。